こんにちは。今日は中学2年の連立方程式の計算の仕方についての動画です。皆さんは小学校で鶴亀算というのを勉強されたと思うんですが、中学になっても鶴亀算があるんですよ。といえば、まだ勉強するのと思うかもしれませんね。でも中学の鶴亀算は連立方程式を用いて計算しますので、式の立て方さえ覚えれば、うんと簡単に解けるんですよ。今日はそんな連立方程式の計算の仕方についての動画です。では、こちらを見てください。ノート2冊とボールペン10本で1100円。同じ値段のノート2冊とボールペン4本で620円です。ノート1冊とボールペン1本の価格はいくらでしょう？という問題です。この問題を解くために、ノート1冊 X 円、ボールペン1本 Y 円として仮に式を立てます。X 円のノート2冊と Y 円のボールペン10本で合わせて1100円から1つの式を作ります。X 円のノートが2冊なんですから、X が2つ、2X ですね。それと、Y 円のボールペン10本ですから、Y が10個、10Y を合わせたら、1100円になります。ということで、一つの式ができます。もう一つの式も同様に、ノート2冊とボールペン4本で620円から、X 円のノート2冊で 2X。そして、Y 円のボールペン4本で620円というところから 4Y を合わせたら620円で式ができます。上の方の式を1の式としましょう。そして下の方の式を2の式とします。上の式と下の式ではどちらも X には同じ値が入り、Y には同じ値が入りますね。このような式を連立方程式と言います。連立方程式というのは、同じ文字の値を持ついくつかの方程式の組み合わせによる式を連立方程式と言っています。この連立方程式の解き方なんですが、上の式と下の式をよく見てください。何か違いがありませんか？はい、そうですね。価格の違いというのが、ボールペンの本数の違いであるということが、この2つの式を比べると分かりますね。ですから、この式を引いて、ボールペンの違いと価格の違いを出せば、ボールペン1本の価格も何か出てきそうですね。ですので、上の式から下の式を引きます。はい。2x 引くプラス 2x ですので、ここは0ですね。10y、y が10個引く、y 4個ですので、y が6個、6y ですね。そして、1100円から620円を引いて、80の480になりますね。はい、これでなんとなくもう、y、ボールペンの値段がわかりますね。y 6個、ボールペン6本で480円ですので、y 1個、ボールペン1個では、それの6分の1。つまり、480÷6。80円ということになりますね。はい、これでボールペンの値段が出ました。簡単ですね。次に X、つまりノートの価格を出すことを考えましょう。今もすでに Y にあたる数値が出ていますので、この式を Y ではなくて数字に置き換えた方がうんと楽になりますね。このように文字の部分を数字に置き換えることを代入すると言います。上の式に代入しても、下の式に代入してもいいのですが、この場合は下の式の方が何か簡単そうですので、下の式、2の式にこの y が80ですよを代入して、文字が一つだけの式にします。こちら、ちょっと下を見てください。y を、y イコール80を2の式に代入します。はい、そうすると、2x プラス 4y というのが、y が4個のことですので、4×y が80ですね。そうすると、文字が一つだけになります。2x プラス320が620という式になりました。x
320で620ですので、x2 つ分だけですと、320を引けばよいということですね。はい、これをどう言いましたか。右の320を符号を変えて左に持ってくることを移行すると言いましたね。数の項は移行して右に揃えるのが方程式の解き方でしたね。ですから 2x が620、マイナス320で 2x が300ということになりますね。 x2 つで300ですから、 x1 つでは150ですね。はい、これで x と y の両方が出ました。 x が150、そして y が80です。随分簡単に解けることがわかりますね。では連立方程式の解き方を確認しましょう。まずこちら、上から下の式を引きましたね。どうして引き算をしたかといえば、これ引けばここがなくなってしまうから引き算をしたんですね。ですから連立方程式を解くときは、まず一つ文字をなくすことを考えます。それには係数、つまり文字の前の数が揃っている方に注目して、それを引くか足すかでなくしてしまいます。この場合は引けばなくなりましたので、引いて x をなくしました。そして文字が一つだけの一次方程式を作って、この文字の値を求めます。それから y イコール80のように文字の値ができたところで、その文字の値をどちらかの式に代入して、もう一方を求めます。はい、これが連立方程式の解き方です。こちらちょっと見てください。1番の方はまた後でやりますので、2番の方ですね。はい、等しい係数の文字に注目して式の加減をします。足したり引いたりします。このような解き方を加減法と言っています。まず足したり引いたりして文字を1つ最初になくしますので、加減法と言っています。そして次に求めた値を式に、どちらかの式に代入して、もう一方の文字を求めます。はい、これが連立方程式の解き方でした。ではこの解き方で次の問題を解いて練習をしてみましょう。よかったら皆さんも一緒に解いてください。はい、こちらですね。 5x プラス 2y が39、これが1です。 3x マイナス 2y が1、これが式2の方ですね。この連立方程式を解きます。まずどうするのか覚えていますね。はい、係数、文字の前の数が揃っている方に注目しますよということでしたので、この場合は y の方に注目しますね。そしてこの y をなくすことを考えます。足したらいいのか引いたらいいのかということなんですが、この場合は足します。そうすると x5 個足す x3 個で x8 個、8x からプラス 2y 足すマイナス 2y ですので、 y は0、39足す1で40、 8x が40、両方を8で割って、 x1 個だけ、そしてこちらも8で割って5ですね。 x は5が、はい、x が5が出ました。そして、文字が1つ出ると、次の文字を出すためにはどうしたらいいか覚えていますね。はい、代入するんでしたね。はい、こちらの式を見てください。どちらに代入したらいいかを考えます。どちらに代入しても同じ結果が得られますが、この場合は2の方がやや簡単そうですので、2の方に x イコール5を代入します。はい、x イコール5を2に代入します。そうすると、こちらの式に代入することになりますので、x が3個、つまり5が3個、マイナス 2y が1という式になりますので、3×5、マイナス 2y が1という文字が1個だけの一次方程式ができました。マイナス 2y に15を足したら1ということですので、マイナス 2y だけだと15を引くことになりますので、こちらにも1引く15。左辺の15が右辺に
符号を変えて移動しましたということで移項ですね。マイナス2枚がマイナス14ですので、両方をマイナス2で割って y イコール7が得られました。これで x と y が求められました。はい、x が5、 y が7、いかがでしたか？簡単でしたね。ではもう一つ練習をしましょう。次はちょっと難しいんですね。はい、見てください。 5x プラス 5y が57、これが1、マイナス 6x プラス 2y がマイナス6、これが2。現実方程式の解き方は係数が揃っている方の文字に注目するんでしたが、はい、こちら見てください。 x は3とマイナス6、 y が5と2で、どちらも係数が揃っていません。こういう場合は係数を揃えることを考えます。 y を揃えても x を揃えても構わないんですが、この場合は x を揃えた方が簡単ですので x を揃えることを考えます。揃い方なんですが、はい、上の丸1の方を見てください。 x が3個と y が5個で、出したら57個でしたので、 x を2倍して y も2倍にしたら、ここが114になりますね。このようにして x を揃えます。つまり丸1にかける2をします。 3x に2をかけますので 6x、そして5y にも2をかけますので 10y。 そうすると57も2倍しなければいけませんので114。はい、これで x の係数が揃いました。はい、このようにして x か y かどちらかの係数を揃えることを考えます。今回は x の係数を揃えましたが、はい、y の係数を揃えることももちろんできます。その場合は上の式に2をかけて 6x プラス 10y が114、そして下の式には5をかけてマイナス 30x プラス 10y がマイナス30ということで y を揃えます。ですので x を揃えた方が楽ですね。係数が揃いました。そしたらどうするか分かりますね。足すか引くかでしたね。この場合は足しましょうか引きましょうかというと、はい、見てください。足したらいいということですね。はい、そうすると 6x プラスマイナス 6x ですので、ここは0になって x が消えます。ここまで見てどういう時に足してどういう時に引くか、だいたい分かりましたでしょうか。つまり係数の揃っているこの x の方を見たら符号が違いますね。そういう時は足しています。はい、こちら、係数の揃っている y の方を見たら、符号が違いますので、足していますね。そしてこちらを見てください。こちら、係数の揃っている x の方を見たら、これは符号が一緒ですので、引いています。加減法では、係数の揃っている文字を見て、そちらの符号が違っていれば、足し算になります。そして同じであったら引き算をします。はい、ここ足し算をしますので x が0、そして y は y が10個と y が2個ですので12y ですね。はい、こちら引いて108になります。両方を12で割って y を出します。はい、そうすると1、1、1、9ですね。はい、で y イコール9が出ました。次にどうするのか覚えていますね。はい、次が代入でしたね。1の式に代入しても2の式に代入しても1' の式に代入しても同じ値が得られますが、この場合は2が楽そうですので2の式に y イコール9を代入します。マイナス 6x はそのままですね。マイナス 6x プラス y が9、9が2つですので 2×9 イコールマイナス6という式になります。マイナス 6x に18を足したらマイナス6ですので、マイナス 6x だけですと18を取ることになりますので、こちらも18を取ります。マイナス 6x イコ
-18 で -6x は -24 なり、そうすると -6x が -24 で、両方を -6 で割ります。そうすると x が1だけになります。そしてこちら4になりますので、4が出ました。はい、これで x と y が出ました。x イコール4、y イコール9です。はい、ここで連立方程式の解き方をもう一度確認しましょう。はい、こちら見てください。まず一方の係数を揃えることを考えます。そして等しい係数の文字に注目して、その文字をなくすために足し算か引き算をします。そして求められた値をどちらかの式に代入をします。はい、これが連立方程式の解き方です。慣れればもっと簡単に解けるようになります。はい、今日は中学2年の連立方程式の解き方でした。ありがとうございました。